こんにちは、たびにゃんです。暖かくなりましたね。桜の開花宣言も行われまして、今年はぜひお花見に行きたいなって思っております。今回はゆずあんさんの 10% 割引のクーポンをいただきましたので、春のごちそうをいただきに参りました。2月21日から期間限定で行われております旬のごちそう季節のゆずあんコース3280円税抜きのコース以上で楽しむことができます。春の限定だしは塩レモンだしです。食べ放題の他にランチのコースもいろいろございます。食べ放題のメニューは3種類あって、今回は春のゆずあんコースいただくことにいたしました。いろんなものを楽しむことができるので、お寿司も握り寿司やエビ三昧、カツオのたたき握りやカツオのユッケ軍艦なんかも美味しそうです。このクーポンすごく大切にお財布に忍ばせてきました。エビ三昧、春のエビ尽くし、炙りエビマヨ、エビが炙ってあってマヨネーズがかけてあるなんて美味しいこと間違いなし。アボカドとエビの相性も抜群です。エビ天握り、サクサクのエビ天に甘いタレがなんとも美味しいですよね。こちらは3貫で1セットになっております。エビ三昧、ご飯の量も多そうなので1セットにしておきました。今が旬のカツオの握りも美味しそうです。カツオのユッケ軍艦とカツオの握り、カツオは今が旬なのでとっても美味しそうです。あとは野菜も頼もうかなと思ったら、一度に注文できる商品数を超えましたと出てきましたので、ここで一旦注文を送信することにいたしました。熟成牛のしゃぶしゃぶと三元豚のロースを1枚頼みました。最初にお通し的にゆずあん名物の茶碗蒸しをいただきました。タケノコと枝豆が乗っていて、見るからに春を感じられる茶碗蒸しです。茶碗蒸し、滑らかでなんともほっこりとする和む味わいです。春の巻きしゃぶ野菜は水菜と刻み揚げ、芯が赤い大根の千切りが入っていました。タケノコと豆苗の盛り合わせはすき焼きだしの方に入れました。今回卵は一つ限りで、追加は有料になるそうです。鳥インフルエンザの影響で卵高騰してますよね。早速熟成肉をすき焼きだしの方に入れてしゃぶしゃぶしながらいただきます。この熟成牛、赤身が多くてとっても柔らかいお肉です。すき焼きに卵をくぐらせて食べる牛肉って最高です。熱々の牛肉が冷たい卵にくぐらせることでちょうどいい温度になるんです。頼んでおいたお寿司が続々と来ました。エビ三昧3貫です。このね、赤エビがねっとりとしていて甘くってとっても美味しいです。こちらは普通の茹でたエビ、甘エビのっけ巻き、海苔がとってもパリパリしていて、甘エビがたくさん乗っていてプリプリしていて絶妙です。炙りエビマヨ、炙っているので香ばしくて、マヨネーズの味とエビは想像通りの美味しさです。ユッケ軍艦はカツオにお醤油などで味がついていて美味しいです。このエビアボカド、アボカドがいい具合に熟れていて、シャキシャキ食感の玉ねぎとマヨネーズととっても美味しいです。一本釣りのカツオのたたき、カツオがねもう少し熱かったらいいのになって思いながらも、おろし生姜のピリッとした辛みとカツオがよく合っています。
エビ天が熱々でサクサクなんです。この甘いタレとエビ天、尻尾までサクサクなんです。春の巻きしゃぶ野菜、これって肉を巻いて食べるのかなって思ったんですが、とっても傘が大きかったので塩レモンだしに入れていただきました。レモンの輪切りが入っていて、すごい酸っぱい感じで、だしは思ったほどの酸っぱさはなく、マイルドな味で、ポン酢やごまだれをつけなくてもこのままだしの味が効いていて、美味しい塩レモンだしです。すき焼きだしに入れたタケノコと豆苗の盛り合わせ、タケノコに甘いすき焼きのタレが染み込んでサクサクしていて、この時期のタケノコって柔らかくってとっても美味しいです。京都に住んでいた時に朝採れタケノコがこの時期たくさん売り出されていたのを思い出しました。塩レモンだしには三元豚のロースの方が似合うのかなと思って、ロースの方をしゃぶしゃぶしていただきます。三元豚、臭みが全くなくって、ロースなので脂身が少なくって柔らかくって、ごまだれのごまの香ばしさがとってもダイレクトに感じることができました。塩レモンだれには癖のない豚肉がよく合います。牛肉で食べるすき焼き大好きなんですよね。低カロリーでカルシウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラル類を手軽に補えるもずく酢、酸っぱくってこれ大好きなんですよね。寿司屋の牛卵サンド、中に入っているきゅうりがパリッという食感で爽やかで美味しくって、卵はほんのりと甘い味付けで、牛肉は甘辛く味がついていてとってもお気に入りです。エビ天2本とイカ天2個、さつまいも天2個頼みました。こちらはね、お塩がついていて塩につけていただきました。このエビ天、衣がサクサクなんです。しかも揚げたてとあって熱々なんです。さつまいも天はとっても柔らかいさつまいもで、ホクホクしていてほんのりと甘いさつまいもの味が美味しいです。イカ天は少し薄めのイカなんですけれども、皮もちゃんと取っていて柔らかくて、丁寧に下処理をしてくれているなという感じのイカ天も熱々でとっても美味しいです。天つゆにつけて食べるんですけれども、この塩につけて食べるっていうのも素材の味がダイレクトに分かってとってもいいなって思いました。お寿司に天ぷらにしゃぶしゃぶ、しかも季節限定の商品が出るので、ゆずあんはまた来たくなるお店です。イカもさつまいもの天ぷらも大好きです。海鮮マグロのユッケ、角切りにしたマグロとネギトロや玉ねぎやネギのスライスが入っていました。よく混ぜて食べた方がいいなと思ってスプーンで混ぜているんですけれども、シャキシャキ食感の玉ねぎのスライスがスプーンですくえないので箸に変えていただきました。こちらね、味がついていました。お醤油やごま油なんかでしょうかね。このままで十分美味しくマグロの味を堪能することができて、シャキシャキした新玉ねぎの美味しさを味わうことができました。マグロや野菜を使ったユッケ、とってもお気に入りです。割り箸、スプーン、お手拭きはこちらの引き出しに入っています。生青さのり、つくね、つくねの中に青さがいっぱい入っているんです。生のうずらの卵も1個入っていて、自分でかき混ぜて塩レモンだれの中に入れていただきます。最近青さを使った料理たくさんあるんですけれども、この青さって何気にお気に入りです。
ゆずあんは出汁の種類を2種類選ぶことができるんです。しかもこれも食べ放題の料金に入っているので無料で頼むことができるっていうのも嬉しいです。私は絶対すき焼きのタレは選ぶので、あともう1種類は季節限定の出汁を頼めるのが毎回楽しみです。今回は熟成牛を5枚頼みました。ゆずあんのすき焼きだしはそんなにくどい甘さがなくって、何枚でも食べれるのでおすすめです。私事なんですけれども、3月4日の夜から咳と喉、鼻水、鼻づまり、風邪の症状があって、熱はないのでお医者さんに行ったらコロナでもインフルエンザでもないっていうことが分かって、いまだに喉の調子が良くないんですが、このように熱がないけど風邪の症状長引いているっていう方いらっしゃいますか？コメント欄で教えてくださいね。つくねがいい具合に茹で上がりました。本当にすごいホロホロとして柔らかいのですぐ形が崩れてしまいます。青さのりの海藻のいい風味がごちそうです。スイーツいっぱい頼みました。ソフトクリームのバニラ、これ目隠しして食べたらきっと牧場でいただく濃厚な風味豊かなバニラと思うに違いないと思いながらいただきました。ゆずゼリーさっぱりしていて爽やかで、ゆずあんならではの一品です。ゼリーが硬くなくって柔らかいのがいいですね。たっぷりいちごゼリー、これねいちごの果肉が入っていてびっくり、たっぷりいちごというだけありました。甘酸っぱくって春を感じさせるゼリーです。本当にキャラメルの味がする濃厚キャラメルプリン、ゆずあんに来たらゆずゼリーと一緒にこのキャラメルプリンは絶対頼みたい一品です。可愛い壺の中に入っているんです。濃厚なのに甘すぎず癖になる美味しさです。いちご杏仁豆腐、杏仁の味がとっても濃くって爽やかな味なんですが、今回いちごソースが上に乗っていて甘酸っぱいいちごソースの味もマッチしていました。季節限定のいちごモンブラン、いちご味のモンブランがたくさん乗っていて、下にはスポンジが入っていて、いちごのジャムも甘酸っぱくってこの季節ぴったりの商品で美味しかったです。季節限定のいちごクリーム大福、すごい柔らかいんです。もちもち、牛皮がこんなに伸びるなんて。中にはいちごのジャムといちご味のクリームが入っていました。牛皮までピンク色のいちご色です。春を存分に感じられる大福です。甘酸っぱくってもちもちしていて最高に可愛らしい、お茶に合いそうな大福です。バニラソフトクリーム大好きなんですよね。本当に濃くって滑らかで、八ヶ岳の生鮮寮で食べたソフトクリームと遜色ないんじゃないかって思うくらい濃厚なソフトクリームです。最後に熱いほうじ茶をいただきました。撮影にご配慮をいただきましてありがとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。